ウラル・ユカギール語族とは、ウラル語族と、ユカギール語族を同系統とする仮説に基づく、語族。ウラル・ユカギール語族とも言う。ウラル語族も、ユカギール語族は、文法が似ており、共に公着後に属す。ウラル語族に、特徴的な要素に、否定同士の存在があるが、ホルガー・ペデルセンは、ユカギール語にも、否定同士が存在するとした。また認証代名詞は、 両語で共通している。ユカギール語族は、ウラル語族の中でも特に、サモエード語派に近いとの見方もある。認証代名詞の点では、インドヨーロッパ語族と類似するため、インドウラル語族に含まれるとの見方もある。一方で、チュクチカムチャツカ語族や、エスキモアレウト語族とともに、ウラルシベリア語族に含まれるとする見方もある。ウラルユカギール語族が成立する場合、 その現況は、シベリア東部と考えられており、ウラルユカギール祖ゴから、ウラル祖ゴとユカギール祖ゴが分岐した後、ウラル祖ゴが西へ移動してオビ川とエルティシ川側の間で、フィンウゴル祖ゴとサモエード祖ゴに分岐したとされる。また、近年の個人骨の遺伝子調査で、ウラル語族に関連する Y 染色体、ハプログループ N1 の古いパラグループが、 両画文明時代の人骨から高頻度で観察されたことから新たな現況の可能性として両画地域が浮上している。Y 戦色体、ハップログループ N1 はユカギール人など北東シベリア局北部でも高頻度であり、ユカギール語族も合わせたウラルユカギール語族の現況として両画地域が想定できる可能性がある。ウラル語族と関連する

216中国北方、新石器文化研究の新展開、詳細報告、東北アジアにおける、戦士文化の交流、大高市、ありがとうございます。